あのリンク先貼りましたインスタのプロフィールってありますよねこれのホーム画面的なあそこに URL があるのであそこを押してもらえともうすぐに行けます買いに行けます大丈夫ですか疲れてるように見えますそうかもしれない でも今日はねどうしてもね皆さんにね「ありがとう」をね言いたかったからね今日はね絶対にね「やるぞ今日はインスタライブやるぞ」って <laughs> そんな気合い入れてやるもんじゃないですねインスタライブねなんか皆さんいっぱい書いてくれてるなチケット買います レンやーさんお願いします買ってくださいダイレクトに言っちゃったフ <laughs> そうそうですう歌いますしでも自分の歌も歌うしあとはしゃべりますねたくさんしゃべりますうんうん そうしゃべります皆さんお仕事終わったんですかねご飯も食べたのかな「ネ、ね、ギのすけさん買う」ってありがとうございます何を何をしゃべろうとしたんですか,かいろいろ書いてくださって嬉しいな「もやし大好きですね」もやしは 大好きですねもやしは私の中で贅沢品と思ってますからねだってもやしって買いだめできないでしょ大根とか白菜とかさ大根白菜も大好きだけどちょっと持っててくれるじゃないですかもう大変本当にねありがたい野菜ですけどもやしは足が速いでしょすぐダメになっちゃうから変えたら最高だなって思いますね今日はもやし家にあるんだな 明日は食べるよもやしをライブでももやし冷凍しますよそうこの間ねツイッターで知ったんですよもやしをね冷凍するってことをでもねまだやってないのもやしの冷凍の仕方なんか袋穴開けたりして冷凍したりとかあとタッパに詰めてやっぱりみんなもやし冷凍するんだへえもやし情報めっちゃ嬉しいえこんなもやしもやしの話ばっかりしてていいのかな 今から見た人はこれもやしのライブって思うよねでもそう食べ物の話アテンション上がります「もやし冷凍初耳い個こさんするんだってもやし」「ジップロックに入れると長持ちしますよ」「みんながもやし情報を入れる」「嬉しい」 うん、あいいさんあったかそうな服そうこれはね好きなあの正、ー、輝、ま、さ,さんって東京 FM の三菱自社レジデンスのスパークルライフのゲストに来てくださってモデルでハグオアって自由が丘にお店を出してらっしゃるアパレルとかねいろんなものを作ってらっしゃる素敵な方がいるんですけど。 その人がゲスト来てててくれるってなっな、まあ、元々好きだったんですけどめっちゃ調べてそう私はねすごい調べるんですよめちゃくちゃ調べてめちゃくちゃ調べてるうちに正輝、まあ、さ,さんの洋服は元々好きだったんですけど欲しくなっちゃったんだよねあごめんなさい蹴っちゃった欲しくなっちゃったから買っちゃったんだよねそうだからね、ま、さきさん出演記念で買えたすごいねお気に入りのニットなの これは。みんながまだもやしの話をしてる。<laughs> ちょっとやっぱり痩せちゃったかなって。そうですね、それ結構言われるかも。痩せたって。よしすぎたさん。 ぼっちなのでいきます嬉しい一緒にイーブンを過ごしましょう楽しみましょうもやしの天ぷら最高へえもやしの天ぷらへえ食べてみたあみんながいっぱいこうやって書いてくれてたね <laughs> お体大切にしてくださいねありがとうございますありがとうございますお腹空いてきたなあはあ えなんか話した方がいいですよねあそうだ大事な話をしてなかったなぜこのライブをしようということになったかというとイカとしてねそう私歌も歌うんですけどもともと歌手になりたくてまあでもまあ女優さんにチャレンジしたらってことでそっちにチャレンジする方向になったんですけど 自分の中でずっと夢だったからそれがまあ叶ったわけですね去年ね。これで2曲リリースしてで3曲目に私は吉本ばなナ,ナさんが大好きなんですけどあのバナナさんが好きで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 好き,で好きあすっごい好き大好き。 あもう本当好きしか言ってないけどごめんなさいね今日でもうね終わったんだわ収録でエネルギーを使い干してるからちょっと語彙があれですけどもとにかく私が今生きてるのは吉本バナナさんの言葉のおかげでなんとかこう命をつないできたわけです思春期の頃からそれでそんなことを話してたらラジオがに来てくださることになって本当にホンに幸運なことにラジオでお会いできたんですよ しかも2回も本当についてるなと思って1回目が日本放送の夏休みの特別企画特番の時にゲストで来てくださって2回目は今もレギュラーで続いている東京 FM の三菱自称レジデンスの「スパークルライフ」っていう番組が毎週土曜日の夕方6時半からやってるんですけどそこに来てくださって。 であのちょっとだけこうご連絡を取れるぐらいな本当にあり,、ね、ありがたいことにたまにあのメッセージを送らさせていただいてでお返事もらったりなんかしてさ「もう本当に私は幸せなわけよ」でそんなやり取りをさせてねえバッテリーがないって。 言われたので、バッテリーが終わったら終わります。このライブ、<laughs> 急に携帯。ごめんなさい。な <laughs> んでね、充電器遠いしね。こうさ、こうさす充電器、ごめんなさい。なんか、あの、なんかちょっと嫌な感じかな。こう縦にこうさすからさ、充電器は。だから。携帯がこうなっちゃうでしょ。そしたら、困るよね。 困るっていうのはこうできないから充電が切れるまでのライブになりますそしてそうバナナさんの話が途中になったんですけどそしたらバナナさんが「あのー、作詞をしてくださる」って言ってくださってそんなことそんな奇跡起きんのと思ってだって私はバナナさんの言葉で生きてきたわけですよそのバナナさん と直接やり取りできるだけでも毎回鼻血と涙いっぺんに出そうなのに「そんな方で私のために作詞してくださる」って言ってくれて「嬉しいすぎてお願いします」「ありがとうございます」って言ったらこの「通りすがり」っていうね恐怖ができたんです本当に最高です本当に歌ほン 本当にい,い歌だからマジでいい歌だから今ね練習してるから毎日うっかり今歌っちゃいそうなぐらいいい歌だよ怒られるそれは大人に怒られるから我慢するけどもそうあ難しいねそうバナナさんが作詞ってすごいですよね本当に んとそんなわけでそんな大好きなバナナさんがわざわざ私のために言葉を紡いでくださってそれはさもう私的に人生一大事なわけですよもうもうこん,こんなことないいや分かんないもまた帰ってくるかもしれないからそう言っちゃいけないかもしれない,いやそういう意地汚いことも言っちゃいけないかもしれないけどけどけど,けど奇跡なわけだからどうにかその奇跡をさ感謝とともにお伝えしたくて ライブ「やりましょうって言ってやろう」って「いつやる?」って言ってい,いつやる問題あったんですよすごい考えたの。で、まあ、いろんな候補と会場がある中で、あのー、24日のイブにしたんですけど時間もさもっと早くするとか。 もっと遅くするとか思ったんだけど飛行機に乗っても来られる時間ねそして終わったら帰りの飛行機があるぐらいの時間がいいと思ったの新幹線もあとは平日だとね平日お勤めの人多いから土日がいいじゃないでも日曜だったら月曜からまたお仕事だから慌ただしいのかとか思ったりしてそう考えると。 土曜日、ね、金曜日もうトドロル乗るぐらい働いた人もなんとかなんとか起きてでもそんなに朝慌てず起きてちょうどご飯食べて来られるぐらいの時間設定を考えて表参道で17時開演ということにしました編成組のことも考えてくれてるんですね そりゃそうです本当にだっていっぱいね全国から会いに来てくださるのをねあの写真集で知ってるからさみんなが「どこから来ました」っていうのが言ってくれるじゃないですか。そう え、なんで怖いの私怖いこと言ったなんか怖いですご,ごめんなさいそう喉の,のケアねそうだよねちゃんとしないとね私も思っています そんな感じです楽しみですねマサさんほんと楽しみほんと楽しみめちゃめちゃ楽しみですよめっちゃ楽しみですよもうもう本当に楽しい石原さん体調大丈夫体調は大丈夫です バッテリーはあと何,何,何パーセントですか何パーセントってわかるのかい携帯さんそうクリスマスの表参道洋介さんそうなんですよクリスマスの表参道っていうのもあってあのー、みんながさライブ来てさなんか「ああ来てよかった」って表参道のこうイルミネーションがさわわ でななんかウキウキキすするじゃないですかそういうのも景色も楽しみつつ会場を着いて会場でライブを一緒に楽しんで,で終わった後もそのうわーっていうイルミネーションを見ながら「いいライブだったなぁまだちょっとどんなライブなのかあのでもきっといいライブになると思うだってみんなが来てくれるから」と信じています。<laughs> そうだから あのそのロケーションもちょっとこだわりましたスタッフみんなででクリスマスイブで育子さん衣装も楽しみですねそうですねどんな衣装だろうね一応リクエストしましたこの間こんな感じ一人は寂しくなっちゃうクリスマス あーそうねいや私もなんかの時寂しいと思ったクリスマスあったんだなでもねしかもその日ねなんか本当にやる気がない <laughs> クリスマスの年はあっていつだったかな何年前かな34年前かなそれでさ料理するのもさ 面倒になってさお惣菜を買いに行ったんですよねなんか「はあ、クリスマスなのに」って思ってでもそのお惣菜さんで確かにおまけしてもらったのよ私何を買ったんだろうなんか酢の物なんか大根分かんない そして買ったものも全然クリスマスらしくないものを買ったんだけどなんかお店の人がさ優しくて「なんかこれ一個おまけしますね」みたいな言ってくれたんだよねだからすごいねそっから「あクリスマスいいじゃん」って思ったのなんか多分きっとお店屋さんはクリスマスだからこの子一個あげようって思ってくれたわけじゃないですかだからクリスマスマ一人でも ね、しかも好きなお惣菜を多く買えたしいいなってなんかその年あたりからねあの吹、ー、っ切れたんですよね「ふみかさんトーパーズさん眉メイク教えてください」「ごめんなさいね今日の眉いけてるでしょうこれはねプロが描いたんだわ」<laughs>「自分で描いてないのごめんね」でも私は最近あのー ピンクの眉毛にするのにはまっています今日もねこれねピンクなんだよ半分ぐらいはね自分でメイクするんだけどピンク眉毛なんかピンクすると血色が良くなる感じがして顔が元気に見れるような気がしてピンク最近ハマってますねそれでその後に私、ま、最近の眉毛は ブラウンでアイシャドウを太めのブラシ結構大きめの太めのブラシで最初描くんですよなぜならばそのほが骨格がはっきりする気がするからそう写真集の山下恵子さんがそういう描き方しててそっから真似してた真似してブラウン大体引いたらでこの眉尻あたりにあるかなえっていうかさこんな私の眉メイク講座いるもういっか ライ,ブライブの話をしてたんだよライブの話をああれこのポーチに入ってないなあちょっとないごめんね今度出すわあのー、セザンヌってあるじゃないですか薬局とかにあるあのピンクのやつをこの端ここからピンクバーってやってで大体かけたらあとは足りないところを一番細いペンシルのグレー でぼかすと三色使って書いてます私は今風邪 <laughs> ですか大丈夫風邪じゃないんだけどなんか鼻水がすごい出るんですよねあるあるメイクすごい綺麗ですねありがとうございます今日はプロが書いたからね 誇りあ私も同じもの使ってますエースだゾウさんめっちゃ嬉しい優香さんギャル好きですかめっちゃ好きですめちゃくちゃギャル好きです心にギャルをっていつも思って生きてます今日もギャ,ルはギャルがテーマで仕上げてこってチームの,あのスタイリストさんとかメイクさんに言ったけどはいって感じだったみんな <laughs> 東京寒いからあったかい風呂入ってねアンナさん優しい今日ね東京寒いよすごい寒いびっくりしたでも明日はもうちょっと落ち着くみたいですねのけん七7 4ん c d も出るんだねわあすごいいいコメントありがとうございますそうなんです CD も出しますオリジナル CD です ライブで歌う歌、う今までリリースした歌を入れて会場で販売しますこれサロペットじゃないのこれただのエプロンなの <laughs> 家にいる時はいつもエプロンしてんのなんかさ今日白いニットこれすっごい あの好きなのですがこれ白だけの寂しいでしょう背景も白だからだからちょっとあの色があった方がいいしもうしたまま出ちゃえと思って「メイさん初ライブなの?」そうなんです初ライブなんです12月24日今年の初ライブです えね、絶対充電やばいよね絶対途中で切れると思うからもうそろそろ閉めた方がいいと突然だって何とかねって話でブチって消えたらすごいみんな寝付き悪くなりますよね <laughs> あ,あ電車乗り過ごしちゃったって方いるわピンチ私も昨日電車2回乗り過ごしたちゃんとお家帰れますように、うん、気をつけてね リス過ごすとちょっとがっくりきちゃうけどねでも帰りましょう安全にねあ切れてもいいって優しいじゃあ切れてもいいから喋ろう何の話そう,そうそうそう CD の話しましたねそう CD を販売する予定です 具合大丈夫です,か大丈夫です元気ですあの最近は散歩をするようにしています朝起きてすぐ散歩しています散歩という名のトレーニングをしたりもしますいつですかってあれかなライブのことですかね 十二月二十四日です CD はライブだけ販売そうですライブの会場だけでご,ご購入できますゆっくり休んでくださいって書こうとしたら続くんかい <laughs> 面白 <laughs> その私も、ね、優柔不断だからねこういう時ね こっちもバッテリーの残量があって方いらっしゃいますね一緒ですねバッテリーはすぐになくなりますよねあ CD は、まあ、会場でしか買いませんけど普通にあのサブスクリプションって言うんですかそれぞれアマゾンとかスポティファイとか 皆さんいろいろ入ってらっしゃる方も多いと思うんですけどそういうあの配信の仕方はするので12月2日吉本バナナさんが作詞の通りすがりです何飲んでるのこれは今日は黒豆茶です黒豆茶はえっと漢 漢方的にに血流を増やすっててていいう,ふうに言われていて女性には大変いいいいらしいのでで飲んでいます沖縄のロケの時にこれを買おうか「うんうん、でって「ずっと迷ってたらすっごい優しいマリさんっていうプロデューサーさんが「記念に買ってあげる」って言ってプレゼントしてくれたマグカップすごい気に入ってるのめちゃくちゃね大好きなの。 マリさん思い出すしね沖縄も思い出すしね、はあ、何の話した違うんだ CD が欲しいんやそうですか気持ちは分かるけどなせやけど会場でしか売れへんからな来てほしいな ヒロさん私も飲んでますよ美味おいしいよね黒豆茶ねおうちょっと待って嬉しいコメントだったうになまこさん 1J で岩手放送の大塚さんゆいかとのことめっちゃ褒めてましたありがとうございますめっちゃ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいクリスマスイブクリスマスライブやるんですかそうです クリスマスイブ東京の表参道でやります初めてのライブですはい頑張ります頑張るよだって毎日練習してるもんうんうんすっごい頑張ってるなんかお勉強頑張ってるって人のあれだな来るないっぱい 受験してるんですね。受験生なんだね。そう受験ニットはどこのですか。ニットはハグオーバーです。今年はねこのデザインなかったけどまさきさんっていうあの宮、ー、城ねガジョエンとか宮城ガジョエンってあの目黒にあるところなの施設なんですけど宮城にえっ、ー、と姫って書いた方が多分インスタでもすぐその方出てくるんでそこから飛んでください。全部可愛いから。 私今ねボルドーのニットこれのねケーブル編みじゃなくて何もないボルドーのニットを買おうか18日ぐらい前から迷ってるでもこれあと10日欲しかったら買おうと思ってるすぐに買うのさよくないなと思ってさ買いすぎちゃうから私なんか話飛びましたねあ受験生が多かった ままたたメールお,お,おコメント来てしまった表参道のどこ表参道のウォ,ウォールウォールというところです私もね、あのー、まだ行ったことがない会場なんですけど初めての場所であとね「沖縄住みますか?」っていう,いうコメントすごい最近多いんですけど沖縄は私じゃなくて妹です住みたいのはね私は今のところ予定はないです沖縄移住の全然 あのないですので何にゃべろうとしたあっごめんねほんと受験生の人ねそうそう「受験です」っていう人多いねなんかめコメントが流れてきました「なんかお勉強頑張って」って言ってほしいって書いてあったからあれですけど受験ね大変ですよねしんどいよね私も受験ね ほらそんなにがっつり受験した組じゃないですけどそんな私でも結構「おーっていう経験の一つなので大変だと思うこっから寒くなってくるとねなんか日照時間減るとさなんか気持ちも「はぁ」ってなったりしません私はするよやっぱ夏はイーイといや「イエーイ」っイエイ」までいかないか暑いなと思うもんなうんでもほら冬の方が気持ちがねなんとなく落ち込むこと多いしいよいよ本番だなと思うとドキドキ あとバッテリーが10%だってやばいしかもマネージャーさんに「ちょっと,ょっとしてインスタ映ブ終わります」とか言ったのにめっちゃ喋っててごめんなさいねチェックしてくれてるだろうねきっと寝るの遅くなるねマネージャーさんすいませんえっとなんだっけそうそうそうそれで受験の話してたんだな今バッテリーが出ちゃったもんでちょっとあれですけど「お勉強頑張ってくださいね頑張って」っていうのもあれなのかな ね、私頑張ってって言うの結構好き派だったんですけどねこの休養の時お休みさせてもらった時にみんなが結構「あの頑張んなくていいんですよ」って言われたのも嬉しかったんですよ「ゆっくりしてね」とかあ,あでも受験はゆっくりしてる場合じゃないのかなうんでもきっともう十分頑張ってるから。 ね、からとにかく体を大切に、ね、寝る間も惜しいんできっとお勉強されてると思うんですけど寝るのも大事な勉強のうちだと私は思いますからねあったかくしてね美味しいもん食べて、まあ、ご両親がきっとサポートあるでしょうけどいい最後まで高校生活を送れるように祈ってます。 こんなに喋ったけどさもうさいろんなトークさ挟みすぎてさ受験の人たちさもう切ってるかもしれないよねこのインスタライブ聞いてないかもしれないよねごめんよ <laughs> でもあのちょびっとだけ人生の先輩の私は応援しています 受験生を応援しています台湾からのファンの方ですって嬉しいねクリスマスライブ相手もいないので絶対見に行きますそんなの分かんないですよだってまだ11月の半ばでしょあと1か月と10日 何があ分かんない人生何があるか分かんない,か分,かんない分かんないですよバンってぶつかってキャーみたいな私そういうドラマみたいなこと大好きだからすぐ妄想しちゃうけど <laughs> うもう一人でもご家族とでもパートナーさんとでもお友達とでももしねご興味ある方いらっしゃったらお誘い合わせの上の表参道ウォールウォールに12月24日 夕方5時ですね来てください5時に来たら間に合わないねだってもう始まっちゃうから5時五時がスタートだからね4時半とか4時50分とかがいいんじゃないきっとうん妄想最高 <laughs> 妄想するよね私もめっちゃ妄想しちゃう JPJP39 さん お姉ちゃんに欲しいいやーいらないと思うよバナナさんの歌楽しみ本当にいいの本当にいいのよ本当にいいのもうね泣けるほどいいんだよねちょっとあチケットはチケットはあのインスタのプロフィールにリンクを貼りましたのでそこを押していただけるとこう買えるようになっております クリスマスマイブ終わったら家族と過ごすんですかいえ普通に帰って速攻寝ます次の日が 1J っていう TBS ラジオから全国32局ネットでお送りしているあのラジオのパーソナリティをしてるのでそれが8時スタートなんで大体5時前ぐらいに起きて準備を始めるのですぐ寝ます。 作曲はどうのあきのりさんです。私の一曲目も二曲目も。三曲目もどうもさんが作ってくれました。バナナさんの歌聞いたら泣いちゃうかも。いやいや、本当そうよね、私もよ。<laughs> 私もよって、泣くな。いいか泣くな、お前は泣くなって感じですけど。そう、私も泣いちゃいそう。前奏を聞いただけで。 じゃあちょっと顔だけでどんな歌か表現するね聴いてる顔ねこんな歌はあ最高だな伝わったかな土曜日の夜ライブ日曜日の朝ラジオタフなクリスマスになるね本当ですね体調に気をつけてありがとうございます本当にありがとうございます ね、体休みやすそうなんですよツーヒーカーターさん意外とバッテリー頑張ってますよねさっき終わるって言ってから何分経ったんでしょう怖いな怖い <laughs> 怖いな <laughs> レコーディングうまくいきましたかうんめっちゃうまくいっためっちゃい っうまくいった過去最高バナナさんの曲は1曲のみそうです3曲目のシングルです「通りすがり」っていう曲をなりますだから「これこのライブ今クリスマスの思い出ありますか?」ってあるけど 多分このイブのライブが相当私にとってすごい結 <laughs> かさんと同じくらい強いバッテリーですね <laughs> 嬉しいね <laughs> 本当に嬉しいそんなこと言ってもらえるのめっちゃ嬉しい <laughs> あさっきね面白い人いたのインスタグラムのコメントでね「表参道通りすがります」って来て。 いやいやいや通りすがんないねと思ってそこは滞在してよ12月24日は一緒にモンテサンドで過ごしましょうよって思った、うん、からあのぜひ24日の17時から19時半までは一緒に過ごしていただけるとありがたいです通りすがりには買えないのねえどういうことどういうことだ バッテリー残り8パーそうなのかなうんカズ <laughs> さんた滞在するよ、ね、表さんの滞在ひさきさんライブで燃え尽きますか燃え尽きるかもね燃え尽きるかもね 私としてはもう2022のおそらく集大成になるでしょうねうんそう思うよ痩せられました痩せました持ち歌は何曲くらい3曲ですみんなが 休んでねって言ってくれる優しいな福島から駆けつけます嬉しい気をつけてきてくださいね楽しみですって言ってくださってる CD は入場しないと買えないのかな多分そうじゃないですか 11月24日になったら12月20日の新幹線の予約もしなきゃお願いします新幹線そうですよね年末年始って新幹線大変なことになりますもんねうんお願いしますライブ行かれない人はどうやって CD 手に入られますか多分今回はもうないんじゃないと思いますごめんなさい会場だけでの配売ですライブ予約制ですか予約制 予予約予約せてなんですか普通にあのチケットをご購入いただく感じだと思いますこの世のラブストーリーリクエストしますふうううしいあ嫁さんと行きますですってうしいご夫妻でまあなんとなんとありがとうございますさっきね さっきツイッターで書いてくださった方かななんかね「これは嫁を説得せねば」って書いてる人がいてどうやって説得できるだろうかってめっちゃドキドキしてたんだよね、うん、こっそり一緒に歌っていいですか <laughs> ぜひぜひマスクしてるしね本当はさマスなんかそのね飛沫とかいろんなことがクリアだったらさもう「ハッピーウィーケンドラブ」なんてめちゃめちゃ合唱曲だと私思ってるから。 勝手に <laughs> 誇怒られる合唱曲じゃないって感じだけど「一人で行きます」だってヒデさん「わあわ待ってますもうさくらさんも一人で来てくれ」「るわあありがとう」「嬉しい嬉しい」「小学生入れるかな?あ」「あ大丈夫だと思います」「あのちょっと7時半ぐらいになってお腹空すいちゃわないかちょっと心配ですけどお,お子さんの体力とか大丈夫であれば大丈夫だと思う」 大丈夫ですよねきっと聞いたことないから大丈夫だと思う <laughs> 高校生はどうですかえダメなライブってあるんでしょうかあれ大丈夫じゃないですかあ、ね、たまに未就学時の、ね、舞台観劇とか「あれです」とか入っとるかお女一人行きます」だって「わーいいエいイ,エイ待ってますよ」 そうそう。みんなで歌いたいよね。あ,あアイシースさん、お腹いっぱいにしてから行きます。ぜひ、ぜひぜひ。えー、家族みんなで来てくれる人いるの。嬉しい。嬉しい。あ,ありがとう。嬉しいよ。ハッピーウィークンドラブ。もう一回言って、いいよ。ハッピーウィークンドラブ。私のね、ファースト。 ですからあら、あるよアーティストによってはそうなんだライブ制限あるんですかあそうなんですね知らなかった今のところそういう説明は私は受けてないですもしかしたらそういうことあるのかなどう,どうしたらいいんだろうそういう人はチケットを買うとこで質問できたりするのかなそういうことをしてください 22歳寂しい男が行くぜイェイイェイいや寂しいっていいことですよ寂しい気持ちは大事ですよ私はいつも思いますね演技する上でも寂しい気持ちすごい大事だし寂しいから楽しいが大事だしって思うから寂しいから楽しいにライブで一緒になりましょうね待ってます じゃあ終わります <laughs> 急に終わるあバイクで行けますだって嬉しいブンブーンだ私 BKB さんちょっと前からハマってるんで、うん、いいねバイク気をつけて来てくださいね奥さん置いて絶対行きますイブ大丈夫 奥様にイブの日めっちゃいいことありますようになんならめちゃめちゃ宝くじとか当たりますように、えっと、年始のセールとかめっちゃいい服買えますように奥様に最高の幸せいっぱい来ますようによしこれで祈ったから大丈夫おやすみなさいでもさあうんえー えー、あ最後に BKB さんであの「締めてください」っていうの来て今 BKB B B なんかあるかなと思って考えました「えー、ビビりながら開始したけどバリ楽しかったみんなありがとうヒーヤブンブン!」 ご BKB さ,さんまたパクりましたフフ <laughs> ああは,はるかさんありがとういつもおやすみなさい私ねお前をやるってから長いんだよねえっていうのはねちょっと一瞬歌いたくなっちゃったふふふふふと思ってでもこんなところで歌ったら絶対に寝られなくなるよねと思ったのおやすみーみんなー 明日もお仕事学校会社家事とか病気療養介護受験いろんなことを頑張ってくださいね頑張頑張らなくてもいいかまあほどほどにおやすみなさい嬉しいねうれし楽しかったねまたね またねまたねチケットご購入いただいた皆さん本当にありがとうございました早速たあのお申し込みがあったっていうふうにあの聞いてますめち,めちゃ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 嬉しかったです本当にありがとうございます、えー、12月24日表参道ウォールウォールというところでライブしますまだまだチケットあの購入絶賛販売中なんで買ってください おやすみおやすみみこんな歌ないよおやすみソングないからもっといい歌だからおやすみまた歌っちゃったまたねーパチパチパチさよならいい夢見てねあったかくしてねあっチケット今買いましたありがとうございますまたねーどうやってやどうやって終わるんだ